約束通り、ナナミが帰ってきたよ。何の約束かってしー、それは、イースターエッグってやつだよ。とーとーととっとっとー、ナナミのレベルが上がったんだよ。ねえねえ、ナナミはいつになったら、かっこいい大大大将軍になれるのかな時間が経てば、 どんなものだって変わるんだよ。ナナミだってすっごく変わったんだから。指揮官、よく見ててね。ナナミの進化だよ。指揮官、これは内緒だよ。ナナミはね、技をぜーんぶ忘れた時が最強なの。強いのは武器じゃなくてナナミだよ。今回はみんなと一緒。ナナミ、 もう一人ぼっちじゃないよ続いては、七海隊長の登場でーすあれみんな拍手しないの任務終わり打ち上げ打ち上げうーん、ここって狭いよね。パワーちゃんが入ったら指揮官が押しつぶされちゃうかも。ねえねえ ななみが指揮官の椅子に電子プラズマ反応装置をつけてあげよっか最高時速は126キロだよいらないのええー。ななみ、ななみ、最強のななみ。ななみ、ななみ、無敵のななみ。じゃじゃーんななみのマジックショーでーす 指揮官、この箱に入ってくださーい、うん。はい、オッケー。動かないでくださいね。これからこの箱をパワーちゃんが切断すると、もーっと、あれ指揮官人間ってあんなに速く走れるんだ。初めて見た。神様はコイントスをしないって言うけど、七海はやっちゃうもんね。あ、ってことは、 ナ,ナミの方が神様よりすごいってことへへ。<laughs> それじゃあ、指揮官。今ナ、七ナミが持ってるコインは、表でしょうか裏でしょうかうわあ、懐かしい香りー。リーフが作ったお菓子かな七ナナミにも分けてよ、指揮官。パワーちゃんを一日貸してあげるから。宇宙の究極の数字、知ってる 73! ななみだよ全宇宙がななみと友達になったら、もうみんな喧嘩しなくなるよね指揮官はさ、ゲームのリセットボタンみたいな能力欲しいと思うそれがあれば、絶対にグッドエンドになるでしょいらないだよねななみはもう大人なんだから、 いつまでもゲームばっかりしてられないの。まあ、たまには指揮官と対戦ゲームしてあげてもいいけど。あ、指揮官なんで先にこっそりキャラクターを選んでんのずるーいこの世にあるものなら、七味はほとんど作ることができるよ。でも、どうしても作れないものもあるんだ。この星は宇宙にとって、 ただ一つの存在でしょ指揮官も、ナナミにとって、ただ一つの存在なの。指揮官、知ってる空中庭園はね、宇宙を飛ぶために作られた移民艦なんだよ人間ってすごいねー。でも、すっごく長い時間をかけて星の向こう側に着いたらさ、寂しくなったりしないのかな 指揮官、見てすっごく明るいお星様があるよ人が住んでたりするのかなもしかしたらあそこにも指揮官みたいな人がいて、ナナミを見守ってくれてるのかもね。ナナミね、今日は一人かくれんぼに挑戦するよ。一人でできるのかってだって、一人だったら誰にも見つからないでしょ必ず勝てるもんね でも、やってみたいじゃあ、絶対にナナミを見つけるって、約束してね。そーっと扱わないと、ナナミの頭の爆弾が爆発しちゃうよ。ピッ、ピッ、ピッ、ピッ。つまらないものだったら、パワーちゃんに粉々にしてもらうからね。 指揮官はナナミの友達になりたいのナナミ、もうお姉さんだから、ありがとうって礼儀正しく言えるようになったんだよ。指揮官と仲良くなったら、夕日をバックに怠慢しちゃうのかな違うのアニメだとみんなそうだったけどな。ありがとう、指揮官じゃなくて、 なみはサプライズプレゼントが欲しかったの。やり直しね。今度は何も知らないふりしとくから。今度なみが旅に出るときは、指揮官にも来てもらおうかな。見たことない景色は、二人で一緒に見た方がいいに決まってるもん。最高のプレゼントこそ、最強の七海にふさわしいの。百。四百。 4000!4000! これは、ナナミの指揮官への好感度がどんどん上がっちゃってるよこんなにたくさんのプレゼントは、パワーちゃんでも運べないよ特別に、ナナミと一緒にパワーちゃんに乗ってもいいよ危ないから、ナナミの腰にしっかり掴まっててね ななみの一番好きなプレゼントななみが一番好きなのは、指揮官からのプレゼントななみは人間のみんなが大好きだから、いつかは未来に旅立たなきゃいけないんだ。でも、指揮官のことが大好きだから、もっと一緒にいたいって気持ちもあるの。指揮官からの愛とプレゼントがいっぱいで、 ナナミ、溺れちゃうかも。ナナミは最強なんだけど、どのゲームでも最強キャラには弱点ってあるじゃないナナミの弱点、指揮官だけに教えるから、ちゃんと守ってね。ナナミ、プレゼントっていう思い出をいっぱいもらったの。だからお返しに、みんなに未来を送るよ。 フリーズしちゃった古いテレビみたいに叩いたら治るかなナナミ、知ってるよダルマさんが転んだって遊びでしょじゃあ、ナナミが鬼でいい指揮官、何を考えてるんだろうナナミのことかな 怒っちゃうよとこうやって近くで見ると、指揮官の目って綺麗だね。目にちっちゃい七味が映ってるし。今指揮官の目には七味しか映ってないんだから、瞬きしちゃダメだよ。瞬きしたら、七味が消えちゃうかもしれないんだから。指揮官、 休憩しなくても平気ってことは、ロボットだったの指揮官、まだ仕事終わらないのななみ、もうすごく眠いのなんか、指揮官ってどんどん人間の限界を超えていってない特に残業時間がやばいよ。一人で解決できなかったら、友達に出す ももららうといいよはいよはつでも力になるからねねえ、ちょっと仕事をやめて、もっとななみのことを見て。ななみ、仕事よりもずーっと面白いんだよ。指揮官遅い。ななみの予想通り、今日指揮官は左足から入ってきたね。さすが私。お、お、おは。 指揮官、今日の七味はロボットモードです。指揮官、早く中に入って。なんで机の下に隠れてるのって、細かいことは気にしないの。もしカレーちゃんが来て だから大声を出すと元気になるって、渡辺のおじさんが教えてくれたんだ。指揮官も一緒にやってみる指揮官が七海のことを覚えていてくれたら、七海も毎日ここで待ってるね。七海、どんなに嫌なことがあっても、指揮官に会えれば幸せなんだ。指揮官は、七海を幸せにする魔法が使えるのかな もし一つだけ未来を見られるとしたら、指揮官は何が見たいな,なみはね、この部屋で指揮官をお迎えする毎日が続いているか、見てみたいな。指揮官、七海のことを忘れちゃダメだよ。わあもっと干渉装置をつけとけばよかった 私気絶したらお姫様抱っこして空中庭園のスタビライザーが壊れちゃったのでもカレーちゃんから叩いて直そうとしちゃダメだって言われたんだよね。うぅ、あんまりつつかないでナラミの機体、センサーが敏感なんだから指揮官は16連射の記録に挑戦したいの ふっふ指揮官の連打など、ナナミにとっては止まっているも当然だよ。ああやめてよナナミ、かっこいいセリフを言ってみたかっただけなのー指揮官、今日はいろんなところで頑張ってたよね。分身の術を覚えたのかと思ったよ。ナナミが全部ぶっ飛ばしちゃってもいいよね 七味に切れない走行はないよ加速してドーンはーい七味の火力を味わってみない人気一体これが七味の最強の切り札だよあちゃー、左側の走行が薄すぎたかな主人公は、 いつもピンチから逆転するもんね。こんな未来、やだ。ななみ、武装介入一気に行くよ指揮官、ななみとパワーちゃんって、超超超すごいでしょ